い沖縄の風の風です沖縄に駐留する米海兵隊について伺います在。在沖縄海兵隊からガムに移転する部隊について、約7年半前の2013年10月公表の資料では、第3海兵機動展開旅団司令部、第4海兵連隊、第4戦闘後方支援大隊等の部隊移転が明らかになっています。 現時点の沖縄から国外に移転する米海兵隊の部隊名、それぞれ何人規模か、どこに駐留しているかを具体的に明らかにしてください岡防衛政策局長。お答え申し上げます。 ただいま委員からご質問がございました、沖縄からグアムへの米軍の移転という、米海兵隊の移転ということでございますけれども、沖縄からグアムには、米軍再編によりまして、約4000名の在沖米海兵隊の要員が移転をする予定でございまして、移転する部隊につきましては、第3海兵機動展開旅団司令部、第4海兵連隊、 及び第4戦闘後方支援団体の全部または一部等であると承知をいたしております。在沖米海兵隊のグアム移転の時期につきましては、2013年10月の2プラス2共同発表におきまして、2020年代前半に開始されることとされておりまして、可能な限り早い時期にグアム移転が完了するよう、米側と協力して取り組んでまいりたいと考えております。なお、現在、第3海兵機動展開旅団司令部はキャンプ・コートニーに、 第4海兵連隊はキャンプシュワブに、第4戦闘後方支援団体はキャンプズケランにそれぞれ所在しているものと承知していますけれども、これらの部隊ごとの人数につきましては公表されていないと承知を出しております伊波洋一君。沖縄から国外に移転する海兵隊は9000名です、えー。ですから、ただいまの部隊はごく一部にすぎません。その他の他移転部隊については 現在どのような協議を行ってますか岡防衛政策局長、えー、沖縄からグアム以外にはあ、委員もご指摘のとおり、沖縄からハワイ、米本土等に約5000名の在沖米海兵隊の要員が移転する予定となっておりますけれども、その具体的な内容につきましては、現時点で決定されておらず、今後、日米間の協議で取り扱われるものと承知をいたしております。 沖縄から海外に移転する部隊は、基本的には実力部隊です、えー、そういう意味ではです、ね、これまでガ、えー、ム移転事業にも多くの予算がかけられ、えー、このガムで実現をしている訓練施設や、さ、えー、まざまな宿舎等、大社等、あるいはその司令部等のものは、えー、国名に報告されて今日に至っております。えー 2020年代前半ということですけれども、2024年から25年に、沖縄からのグアムへの4000名の貨幣隊が行われるということは、米国自身が、米軍自身が報告をしております。そういう意味では、ですね本来ならば沖縄も基地から貨幣隊が出ていくわけですけど、しかし詳細がわからないまま、ですね今日、このような形で報告ができないというのはおかしいと思います。 3500億円のです、ね、お金を出している我が国にとってです、ね、沖縄の基地負担軽減を重要なポイントとするこの海兵隊移転、このことの実態をです、ね、もっと明らかにすべきじゃないですか、具体的にもう建設は進んでいるんですから、もう一回答弁お願いします。岡防衛政策局長 沖縄からグアムへの移転につきましては、先ほど申し上げましたように、2013年の2プラス2の共同発表におきまして、日米間で合意した内容について、その時点のものをご発表させていただいているところでございます。これを踏まえまして、先ほどありましたまあ2020年代前半ということでございますけれども、可能な限り早い時期に移転が完了するように協力して取り組んでいくこととなっておりますし、また、のこのグアムへ移転する詳細な計画については、まだ具体的には決定されて きょうませんけれども、現在、日米間で協議を行っているという状況でございますい日米地位協定2条3では、合衆国軍隊が使用する施設および区域は、この協定の目的のため、必要でなくなったときは、いつでも日本国に返還しなければならないと定めています。これまで施設、区域が返還された事例のうち、この規定に基づいて返還された例はありますか。 鈴木地方協力局長。在日米軍施設区域の返還につきましては、日米地位協定第2条に基づき、不断に検討してございます。これまでも政府は個々の施設、区域について、地方公共団体等からの返還や、使用の在り方等に関する要望を勘案しつつ、適切に実施して、対応しているところでございます。また個別のの施設及び区域の変換については 地,域地方公共団体を含む日米いずれかによる返還要望や、各施設、区域をめぐる状況、米国の所要、運用実績等を踏まえ、行われてございます。その上で、ご指摘の日米地位協定第3条あ、失礼いたしました、地位協定第2条3に基づく返還の具体例といたしましては、平成27年、2015年以降で申し上げれば、平成27年のけさじ通信所の全部返還、 同じ平成27年の鳥通信施設の一部返還、平成30年、2018年の普天間飛行場の一部返還などがございますいや、洋一君。先ほどの、まあ、ガムへの移転に伴う部隊が出る基地として、2020年代前半からコートにシュワーブ、ホースターがから部隊が移転することが明らかになりました。 移転にあたり、シュワーブ、コートにフォースターの一部分でも返鈴木地方協力局長。平成25年4月に公表された沖縄統合計画におきましては、米海兵隊の兵力が沖縄から日本国外の場所に移転するに伴い、返還可能となる区域という区分が設けられてございます。例えば港補給地区 キャンプ金沢の残余の部分については海兵隊の国外移転完了後に返還されることとされておりますまた、えー、沖縄統合計画は、えー、沖縄の不吉負担軽減と日米同盟の抑止力維持の観点から 全体として施設の移転や土地の返還が計画されたものでございまして、一般論といたしまして、ある部隊が移転することのみをもって、えー、所在元の施設区域が返還されるという関係には必ずしもございません。いずれにいたしましても、沖縄統合計画は、えー、海兵隊の国外移転も踏まえて策定されたものでございまして、防衛省といたしましては、目に見える形で沖縄の負担軽減を実現するため、 この沖縄統合計画を着実に実施し、嘉手納以南の土地の返還を進めてまいりたいというふうに考えてございますいや洋一君あの、統合計画というのがありますね、そしてポートニーには、キャンプズケランのインダステリアル小移動から海兵隊通信関連施設、キャンプ・キンザの米軍放送網、AFN の放送し送信施設、 あるいはシュワーブには、インダストリアルコリドーの海兵隊航空支援関連施設、えー、加えタンクファームから普天間飛行場運用支援施設が移転するというふうに言われております。えーまあ、この間、キャンプ・ハンセンにも移転する施設がありますね、どこからどのような施設が移転していますか鈴木地方協力局長、えー。申し上げました、この沖縄統合計画におきましては、 えー、キャンプ・ハンセンに移設されることとされておりますのは、えー、キャンプ・付ケランから海兵隊コミュニティサービスの庁舎、海兵隊輸送関連施設、リサイクルセンター等が、それから牧、えー、港補給地区、キャンプ・キンザからは、えー、海兵隊の倉庫、工場等がそれぞれキャンプ・ハンセンに移設されることとされてございます。でこののうちキャンプ付け欄の えー、施設技術部地区の、えー、この中の、えー、倉庫地区の一部の返還条件でございます、海兵隊コミュニティサービスの庁舎等につきましては、す、え、で、ー、に移設が完了しておりまして、この、えー、施設技術部地区の一部については、令和2年3月に返還が実現してございます。また、牧港補給地区の倉庫地区の大半を含む部分の返還に伴い、移設を要する施設の一つとして、給食センター、 これの移設工事を現在実施しているところでございますいや、陽一君。あの先ほど、9000名の実,実動部隊が、まあ、沖縄から国外に移転するえ、そしてその代わりに、そのハンセンや、えー、コートニーなどにですね、<laughs> <laughs> AFN 軍放送や、あるいはハンセンの整備工場、あるいは給食センター、あるいはまた、えー、そういう補給機能など、えー、実際はですね、 本来はサポートする機能が、まあ、移ってくると、部隊はいなくなるのに移ってくると、こういうことになっているわけです。現在、海兵隊は大幅な戦力体制の見直しに着手しており、2019年には米海兵隊バーガー司令官が総司令官司令 2019, 2019が公表され、この中で海兵隊は EABO ・機動展開前進基地作戦構想,基地構想に基づくスタンドイン隊に、部隊に、 イイメージのイメーージジのを明らかにしてます新たな構想における米海兵隊のスタンドイン部隊というのは、どのようなもんでしょうか岡防衛政策局長。お答え申し上げます。えー、委員から、まあ、EABO 構想、これは米海軍と、そして米海,海,海兵隊の機動展開前進基地作戦構想ということを、まあ、あの英語の頭文字を取って EABO 構想と呼んでいるようでございますけれども。はい まず、この EABO 構想につきましては、これまでもあの委員からもご質問ございましたけれども、海軍の海洋アセットに加えて、海兵隊が陸上ベースの選択肢を提供することによりまして、決定的な打撃力をさらに分散することを追求するための取り組みとして打ち,打ち出されたものというふうに承知をいたしております。この構想におきましては、地上発射ミサイルを含む多様な機能を持つ臨時拠点を前方に一時的に設置して、 危機の前の状況から展開することにより規制事実化の取り組みに対応する能力を提供するものだというふうに承知をいたしております一方この構想の下でのスタンドイン部隊ということでございますけれどもその詳細な内容につきましてまあ今後発表アメリカ側が発表しようとしているというふうに承知しておりますが あの委員からご質問、あのご指摘のございました、あのバーガー貨兵隊総司令官が2019年に発表いたしましたあまあ指針、まあ、プランニングガイダンスという形で公表されておりますけれども、その中で、概念的なことをいくつか書かれておりますが、我々読んだ中での,そのポイントと思われるところを少し申し上げますと、このスタンドイン部隊といいますのは、今申し上げましたような機動展開前線基地、ここから支援を受けながら、 まさにこの機動展開前線基地というものも、相手方から探知されにくい特徴というのを持っているわけですが、こういった機能をさらに保管するために、陸上や海上、水中、空中で緊密に連携して活動するさまざまなプラットフォーム、中にはまあ無人プラットフォームといったことも考えているようでございますけれども、こういったもので構成された部隊構造を採用するといったことなどが、その特徴として、記述されているものだというふうに認識しております伊波洋一君。 まあその要するにですね小型化して分散して、低地シグネチャー化することで、敵による探知を回避しつつ敵を攻撃するという、ゲリラ的な戦術を採用するという流れになっているんですね。えー 小規模な海兵隊ですまさにこの間の海兵隊の演習で示されたように、沖縄でやってるんですけれども、小規模で分散した部隊が48時間から72時間ごとにです、ね、島から島へ移動することで、青火圏の確保や中国軍の海洋進出の拒否を目指すイメージですね。実際はレーダー探知が困難な低空飛行で侵入したオスプレイが小規模な海兵隊員を輸送し、飛行場を確保し、 さらに、テイクで侵入した特殊作戦機 MC130 から、高機動ロケット砲システムハイマースを下ろして、射撃して撤収をするということが行われました。EABO の下で構想されている海兵隊は、日本の防衛のために活動するという従来のイメージとはかけ離れています。こうした海兵隊を受け入れる第一列島線の国は、日本ぐらいではないかと言われています。というのは、 発射地を引き受けることはですね米国と協力して中国に敵対することになるからですねキャンプハンセン所属の米軍第十二火兵連隊とキャンプシュワーブ所属の第四火兵連隊は海,海岸沿岸連隊に再編されることが発表されています第四火兵連隊は2025年,、えー、年にはガムに移転することが発表されていますしかし第十二火兵連隊は火兵岸連隊に 再編された上で反に残ることが予想され EABO の構想に沿った訓練の強化などが懸念されています。えー、米海兵隊、e、EABO と共同する自衛隊は、どのように対し事態を対処するのでしょうか、岸防衛大臣。<laughs> えー、この EABO 構想とは、海軍の海軍アンセットに加えて、海兵隊が陸上ベースの選択肢を供給す提供することによって、 攻撃力をさらに分散化すすするることとをを追求するための取り組みと承知をしております自衛隊および米軍による対処については、日米防衛協力のための指針において、基本的な考え方をお示ししており、例えば日本に対する武力攻撃については、自衛隊が防衛戦作,戦作戦を主体的に実施するとともに、米軍は日本を防衛するため、 自衛隊を支援し、および補完し、その中で沿岸防衛、対水上戦、対空線、航空抑止、航空阻止といった関連する作戦を共同で実施することとされています。各種事態に対処するために、自衛隊と米軍の具体的な連携は、個々の状況に応じて決定されるため、一概にお答えすることは困難ですが、 防衛省としては、このような構想も踏まえつつ、自衛隊と米軍の連携を深め、日米同盟の抑止力、対処力を高めていく考えであります。えーはい、以上です伊波洋一君え、まあ、配布資料のように、日本列島全体を含めてです、ね、沖縄はすでに中国の高精度長距離ミサイルの射程圏内にあります。 防衛省は相変わらず防衛白書に、沖縄は潜在的な紛争発生地に相,相対的に近い、つまり近づくすぎないことを根拠に、沖縄の地理的優位性を、えーまあ、海兵隊の駐留、正当化してますけれども、これらの記述はです、ね、もう10年も前の話のことと同じなんですね、やはり 10, 10年1日のことと何も変わらないかのように言ってるけれども、それとも変わってる、そのことをです、ね、含めて、やはり防衛省にはあの防衛白書の記述も含めて、再検討を お願いして今日は終わりたいと思います本件に対する質疑はこの程度にとどめ本日はこれにて散会いたします